2021年初飲みスペシャル。ジュニアが初めて語るズン飯尾の凄さとは。なんでそれが言えるかって言ったら、結局もう捨てるとこないもん。確かにそうですよね。スーパースローで聞かせてください。さらにお酒大好きな次世代ハーフモデル襲来。超意外な元彼に一同大混乱。マジで？マジで？さらに現在猛反省中のお騒がせ元議員が、ここまでのことがそもそも行き過ぎたコミュニケーションだという。だって騒がれたら困るな。あの騒動の真相を語り尽くす2021年の飲み始め、千原ジュニアのヘベレケ。ほんまに奪ったやん。すいません、来ちゃいました。ほんまに奪ったね。2020年、はい、あのしゅうちゃんがアシスタントしてたと思うんですけど、はい、はい、してありました。2021年は私が担当します。え、もうそれは確定だろ。そのつもりで。そのつもりで、はい、結構大変やこれね。気づいてました、ジュニアさん。前回、私しゅうちゃんよりも飲んでます。そうなん、はい、回数私ちゃんと見てたんです。見てた、はい、飲んでました。すごいわ、怖いわ。最初のお店。あ、こんにちは。どうも、こんにちは。え、吉本。え、どうしたんですか。そうなんですか。お世話になってます。ありがとうございます。あ、ここ味噌の座。全然呼ばれてないな俺。よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。この味噌の座のすぐ近くにある、最初のお店こちらです。肝屋吉政亭味噌のでございます。いいもん構え。肝屋吉政亭味噌のは味噌の座から徒歩1分。古民家風のカジュアルな店内で、鶏、豚、馬、魚といったさまざまな肝料理に特化した名古屋でも珍しい居酒屋。特別ルートで仕入れた貴重な馬レバー刺身や石焼きニラレバーなど、他にはない肝料理をお値打ち価格で楽しめるのが特徴。お酒が進みます。いや、この間やで、あれ何日前や。仲ええ後輩でももうちょっと開くで。すみさん、あれやったんでしょ、で昨日収録やったんでしょ。どうやった。なんか思った以上に、うん、あのすごい適されてたみたいで。え、しゅうちゃんが。正直あの、ま、この番組内での、ま、そういう演出も含めてなのかなって思ってたら、結構本気で来てる。いや本気やって。しゅうちゃん本気やで、ね、この番組。しゅうちゃんはなんか最初の入りが、スミさんがジュニアさんに媚びを売っててみたいな感じで、なんか見てるはずがないのに、なんか番組を見てますみたいな、地方の番組なのに見てますって言ってて、見てるわけないじゃないですかって言われて、いや見てました。言ったな。いや相当でしたね。ちょっと嫌いになってるやん。はい、今年もよろしくお願いします。はい、すいません、よろしくお願いします。そうなんや、はい、今日だから気持ちよく飲みたいと思います。どうも、同芸者録音。どうもどうも。さあ、ということで一軒目のゲストはズンの飯尾さんです。ありがとうございます、お邪魔します。これやともうゴンの助坂あたりでいいんじゃないですか。めぐる駅。1軒目のヘベレケ仲間はズンの飯尾和樹さん。バラエティはもちろん CM ドラマにも引っ張りだこで、今年もブレイクが続きそうな中年の星ですが、酔うとどうなる。いや嬉しい。やめないでよかったな、飲んでればいいだなって。あ、どうもありがとうございます。あ、いいフレームだな。すいません。ありがとうございます。お願いします。どうも。いやー、飯尾さんも本当に2020年は大活躍ですよ。もうほんまにとんでもない、ジュニア君。
ジュニア君ジュニア君もね、はい、欲しいと思うんですけども、ほら、どうしてあぐらかいちゃったけど。CM が、CM ね、すごい。ありがたい。あ、そうか、やっぱり一発高笑い決め込む。いつもよりね、メガネかける前に。なるほど、いつもより空を見るようになった。視界が開けてる。本当。あとね、少々の雨じゃ視察しなくなった。降りなさい、降りなさい、雨を降りなさい、心も豊かにしてくれるから。してくれましたね。CM ってね。CM って。すっかりだからいい旦那さんというかいい夫のイメージついてますもんね。いや本当にそんな。そんな旦那じゃないんだけどね、本当ね。実際。ゆうさんもう何年ですか。もうね、丸7年、8年目突入ですね。8年目。どうなんですか、大きいトラブル。トラブルあるのかな。いや一回ね、はい、鶴瓶師匠と、はい、ご飯食べさせてもらって、奥さんも来られて、鶴瓶師匠、はい、で鶴瓶師匠に喧嘩とかなったことないんですかって聞いて、いやいいよなと、なんていうの、家はね、うん、奥さんが明るい方がいいだろうっつって、うんうん、だからな、でもな、そんな中でもやっぱ言っちゃったら終わっちゃうよってことが出てくる時あると、あやっぱり大丈夫お前ら、ガッとするよっつって、ガッと、それでそれで例えばそれがなんか自分にとって悔しかったりしても、それを笑いでな、こうやればええよっつって、はあ、分かりましたっつって、はい、やっぱりちょっとしたことで勃発ありじゃないですか、はい、なんかね、はい、だからそれ1ヶ月で何にもなくなったんですよ、我が家が、その教えを聞いて、そしたら1ヶ月後ね、かみさんがね、あなた私なんか言うことあるでしょって言うわけ、何って言ったらね、あなた時たまねこうやってるって言う、何これっつって、はあと思って、あ、出ちゃったんだって、この教えを守りすぎちゃって、いや、実は鶴瓶師匠高校で男こういうもんだって、いや、もうそれは鶴瓶師匠だからできるんだから、あんた言いたいことだって言ってよって言われて、そこからまた細かな勃発はでも、今も行ってきますって言うとね、行けって言われるしね、ただいま上がれっつって弁当持ち帰るときあるじゃない、はいはいはい、その時にこういうおかずをさ、まあお酒好きだから、はい、つまみして、まあ、はい、晩酌狩りにおつまみになるかなと思って、はいはい、それが3日ついた時の3日目にね、はい、ピンポーンとしたら、お弁当屋って言われた弁当屋ってあるよ、ね、夜10時半朝6時に出て帰ってきた帰還した兵士に対してお弁当屋って、ジュニアさんと飯尾さんって絡み結構長いイメージありますけど、はい、最初の初絡み飯尾さんと初めて同じ、俺覚えてるよ、覚えてます、チーバラ助かったのやんのよ、ジニア君にはもうこの場で局のお金のお酒でちょっと俺が自分で払っちゃいけないんだから言うんだから、これね、はい、初めて一本グランプリ、あ、はい、まだ覚えてる、ジニア君が一番右端、はい、ここで俺 で小籔君、はい、8年前かな、はい、オープニングトークでやっぱ俺がほんと地味な小ボケばっかかましてたら、ジュニア君と小籔君が順番に突っ込んでくれんのよ、お客さんもそれ伝わって受けて、それで気持ちが楽になったのよ、ジュニア君ありがとう、ちょっと飲む、ごめん、いやほんとあれだよ、だいぶ俺がその話よりも俺が覚えてるのはその裏で喋ったことの内容の方が覚えてる。そうですね。はい。ああ、そう。ちょうどヤスさんがちょっと怪我してね、入院してて、ジリアもほらバイクで大怪我したから。うん。あ、そうですよね。そう。どうしてもらったのが一番嬉しかったって聞いたら、ジリア君はそうですね。やっぱこう会いに来てくれるのがやっぱ一番嬉しかったっつって。だからそこから毎日ね、ヤスのとこ。やっぱ時間があれば行くようにして、ね、したらジュニア君今も来てるけど、ヤスがさ急にさ、相方申し訳ないと、ちょっと3色のパーカーを買ってきてほしいと、前焼きの、はあ、なんでしたら、だんだん余裕が出ちゃう、看護師さんのことをちょっと余裕持って女性として見るようになってはいはい、いいじゃないですか、いいね、いいね、元気になったなって、はいはい、その入院中はパーカーが一番のおしゃれになるんだってほんでその時に飯尾さんがヤスさんの家行ってなんか張り紙貼ってたみたいな話ありましたよねもうちょっとヤスも一人が独身、はい、その時俺独身で、はい、やっぱ家のほら急に現場から入院だから、はい、換気とかねしないとダメだって、はい、鍵預かって俺が全部家近かったから、はい、でバーッと行って行ったらまず
あのクローゼット換気しようと開けたらパーッと見たら、うん、T シャツが立つとこにこう張り紙があって、はい、トンネルズの高さには大声でやるといいとか秘訣が書いてあって真面目日本はレッド吉田さんって真面目だ本当にジュニアさんが飯尾さんをすごいって思うところってどこですか飯尾さんはね、聞かないこんな職人さんからすぐ出てきた女性たちよこれはほんまに失礼な意味じゃなくて結局ほんまに究極に面白い人って何なのかと考えた時に結局究極に面白い人って滑れる人なんですよ、うん、で滑って笑える人って今日本のお笑い界に数人しかいないそこのど真ん中にいるのが飯尾さんいやだから飯尾さんはめちゃめちゃ面白いことも言うし別になんでそれが言えるかって言ったら滑ってもそれが笑いになるから滑れる強さもうしなりまくれるだから俺なんてもうまっすぐでもう滑ったらポキンってもうただただ折れるだけだから滑れないという、おもろなさここがねもう根本的に違うんですよもう違う人種の人結局もう捨てるとこないねん確かにそうですよねスーパースローで聞かせてくださいゆっくりとお茶の間にあと制作関係にもうヤスともよく話してんだけど例えば本当に工場委員会でもさまっすぐ帰れなくてさ、はい、ヤスと俺とジョニオさんと長野で、はい、ジョイポリスのあの階段で、はいはい、缶ビールと先行くかって朝6時まで行ってたから、楽しそう、ちょっと階段やなそれでじゃんけんで負けたらチーカマ追加で帰るこうやってさ結局最後ケツも冷えてきてさ気づいたのがいや今日引退すんならねもう半日ここで話しようけどもう日も明けたし今日もずうずうしく家にやるんだからもう反省やめようっつってでも次から次へとそのギャグを生み出されるじゃないですかどうやって思いついてるんですかいやまあ好きなは好きなんですよねあとはもうやっぱ追い込まれなんかないかって言われてはいっつってそこまで行くまでの、 あの5秒間ぐらいでなかなかっていういやそう俺ももう何回も見てきてるけどやっぱ土俵際の魔術師的なのがありますよね撮りましょうかかっこいい21年これで行くわ土俵際の魔術師で飯尾さん負けるぞって時に息子がパッてチャンネル変えたこの後飯尾のせいでジュニア息子に発撃の。さらに年末話題となった宮崎健介が登場判断できるおいえらい上手じゃん俺今思い出しました何これ息子に、うん、怒ることないんですよ、うん、怒ることっていうか、うん、なんもねもう3ヶ月、4ヶ月前ぐらいかな、はい、初めて、おいって何したの息子に怒ったの、うん、飯尾さんが料理しててあ、ノンストップでノンストップ、うん、ノンストップで飯尾さんがキウイ剥いてて、うん、キウイの皮を剥いてたらなんと偶然って今まさに飯尾さん剥けるぞって時に息子がパッてチャンネル変えたのもう俺もう初めてですから「おい!」言っても戻しても時すでに遅しなんか決めてもう満面の笑みでしたあれなんて言ったんですかキウイの皮が残った皮が偶然ぐらいで買えよってなんだったクエスチョンかな